はい、ユッキーです。酒好きな、新潟人の、元新潟人のユッキーです。今回はですね、ハイサワーの、レモン味なんですが、こちら、瓶で、ね、売ってるところを、まあ、格安っていう、あれなんですけど、ネットスーパーですね。ネットスーパーじゃない。ネット酒屋。でですね、容量が 200ml のハイサワーのレモン。こちら、瓶の、やつを飲んでいきたいと思います。まあ味は多分、普通のハイサワーと変わんないと思うんですけど、まあ、あえて、こう瓶のやつで、買いました。まあ、個人的にね、炭酸水とかも瓶のやつ好きなんですけど、風情があっていい。ね。まあそれもね、酒を飲む際の、まあいいスパイスになるんじゃないか思います。こちら 200ml で確か値段が100円ぐらいだったはず。うん。ですね。10% レモン果汁入り炭酸、飲料各炭酸ガス入り。原材料がレモン果汁と水飴とブドウ酒と、香料となっております。まあ、瓶のやつの方が炭酸が、強かったりするんですよ。結局、そういうことでね。下町の炭酸水とかも、俺、今度飲みに行こうかなと思ってるんですけど、下町のね、炭酸水。まあ、下町の独自の炭酸水がね、飲めるところ。っていうのがあるみたいな。ぴったり。うん。酸っぱい。乾杯。あ。あ、酸っぱいっすね。うん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 。炭酸が、普通のハイサワーよか、強い、ような気がする。うん。わかんない、実際。酸っぱい。うん。この瓶のね、炭酸水。ほんとサワーとかじゃなくて、ただの炭酸水なんですけど、そういうの、まあ、ウィルキンソンとかもあるじゃないですか。ああいうのも、瓶の方が炭酸が強いっていう、らしいです。実際はわかりません。ペットボトルのやつよか、なんか炭酸が強いとか、らしい。で、まあ、下町の、ハイボール、下町ハイボールとか、下町の酒屋だと、こういう、この瓶のやつに炭酸の、普通の炭酸水の瓶のやつが出てくるらしい。で、それで、焼酎とかだけ入ってくるんですけど、で、こう炭酸を自分でこう入れて、まあ、焼酎とこの瓶が来るんですね。炭酸水の瓶が来て、まあ、それで、まあ自分で、まあ割って飲む、みたいな感じらしいです。ちなみに瓶だと、これを再利用するんで、これを返却すると、店に持っていくと、ま、10円。ね。売れるという。結構高いんです、この瓶は。うん。ビールの大瓶とかと一緒ですね。ただ、ビールの大瓶はあれ、1本5円だったかな。確か5円ですよね。うん。だから、これは10円なんです。
ビールのやつよか高い。まあ高いって言っても、どちらにしろもう、これもともと100円だったんですけど、もうその保証金がね、その10円がもうすでにその時点で、上乗せされてるんで、まあ結局このやつの原価は、まあ原価っていうか、あれは90円ということですね。でも、ハイサワーは、やっぱり、酸っぱい。甘さが一切ないですね。水飴とか入ってるって書いてあったけど、ぶっちゃけ、全然甘さはない。酸っぱい。うん。で、レモンの味もしっかり。しっかり、しっかりっていうか、まあな。普通にするんで。まああれでしょ。そんなに、まあレモンのサワーって、ね。まあ、当たり外れないというか。でもこういうレトロなね。この瓶を見ながらこう、いただくっていう。なかなかいいんじゃないでしょうか。まあちなみにこれは、なかなか見ないですよね。ハイサワーの瓶のやつって。うん。だからある種、まあ、格安っていう、まあ、ところ、店、ネット、スーパーではなかなか、あれは珍しいですね。これ自身は珍しい。なかなか、他のとこだと売ってない。まあ、このレトロな、ね、感じで、いいんじゃないですかね。うん。バーとかだと、ウィルキンソンの炭酸の瓶のやつで、よく、バーの動画とか見ると、使ってますね。ハイボールとかに。まあ、やっぱり炭酸の方が、炭酸じゃない、ペットボトルやつよか。まあ。うん。まあいいんだろう。まあわからん。まあ見た目もやっぱりかっこいいっていうか、かっこいいっていうのもあるし。あとゴミが出ないですよね。結局ね、瓶を返却するわけですから。店に返却するわけだから。リサイクルってやつですね。ペットボトルだと、ゴミが出ますか。うん。やっぱりそういう意味でも、いいですよね。どうでもいい話すると、こういうさ、リサイクルとかさ、言うのはいいんだけどさ、一番どうでもいいのが、空き缶のプルタブを回収するとかいうやつね。プルタブを集めて、なんか、うんちゃらかんちゃらとか言うとあるじゃん。で、俺が、勤めてる会社にもですね、そのプルタブを集めるのがあるんですよ。自販機の横とかに置いてあるんです。あんなの意味ねっつ話よ。ね。よくあるけど、じゃあ空き缶のプルタブ集めてどうすんねんって話。そのまま普通に空き缶を、リサイクルに出した方が、いいですよね。量的にね。プルタブの量と、普通の空き缶のその、こう、ブチってもぐじゃないですか。そのプルタブをね。そっちのやつよか、普通の空き缶のやつをリサイクルしろよっていう話、そっちに持ってけっていう話なんですけど。なんでプルタブなのか。わざわざあんなちっちゃいやつをもいで集めてって。無駄なんですよ、あれ。もうその、無駄ですよね、結局。それ、もがないで、その空き缶一個丸々、リサイクルした方が、金にした方が、絶対金になるはずなのに、なんでプルタブなのかって、要は理解できない。
そのわざわざ集めるっていうさ、その神経がよくわかんないです。うん。あれはほんと意味ないリサイクルだと思います。だって結局そのプルタブのそのアルミの缶のそのアルミを集めてるわけでしょ。プルタブを集めるんじゃなくて、普通に空き缶を集めろって話よ。うん。そっちの方がよっぽど集まるでしょ。だって量的に考えてもプルタブちっちゃいしさ、普通のその空き缶を集めた方が量多いでしょ。だからなんでわざわざあれを思いでやるのかっていうのが理解できないんですよね。うん。もうあれを最初に考え出したやつはアホですね。うん、頭がちょっとおかしい。ああ。まあ、これはあれだろう。まあ、一応評価しとくか。お、だいぶあれだね。時間経ったね。1ヶ月ぐらいずっと動画上げてなかったんで、動画っていうか、動画の、俺これ書いてなかったな。多分。ハイサワー、コクは、うん。甘みも、ま、特にない。酸っぱいぐらいだかな。香りはまあ普通。まあ買いかどうかっていうとまあ、まあこれ100円だから。一杯100円ってことを考えると、ちょっと高いかなって思うけど、まあ。でもローソンストアのあの、ね、100のやつの方がはるかにいいっすよね。そう考えると、コスパはね。ローソンストア100で売ってるレモンサワーのやつ。2133です。ご視聴ありがとうございました。